マッスル踊るイナズマは2015年に公開されたインドのタミル語映画。シャンカールが監督、脚本を務め、ビシュワナさんラビチャンドランのアースカルフィルムズが制作、配給を担当している。主演はビクラムとエミー・ジャクソンが務め、スレイシュ・ゴーピ、ウペン・パテル、サンダーナム、ラーム・クマール・ガネーシャンが共演している。スーパースターに成長した。 ボディビルダーが薬物を投与されて、醜い顔に変貌し、自身を陥れた人物に復讐する物語である。プロダクションデザインは、ティーム・トゥラージ。撮影監督は、p c スーラム。編集技師は、アンソニー。音楽監督は、AR ラフマーンが務めている。視覚効果は、V3 リニバス模範の下で、ライジングソン・ピクチャーズが担当し、デジタルメイクアップと、 背景美術はウェタワークショップが手掛けている。主要撮影は2012年7月15日から2年8ヶ月間かけて行われ、大部分の撮影が中華人民共和国で行われ、この他にチェンナイ、バンコク、ジョードプル、古代カナル、ポラジ、バンガロール、マイソールでも撮影された。クライマックスシーンの撮影は、チングルプット、オリッサ州、 コースタルアーンドラの鉄道駅で行われている。映画は、タミル語版のほかテルグ語吹き替え版ヒンディー語吹き替え版が同時公開された。2015年1月14日に公開され、ビクラムの演技、映画の技術面や衣装デザイン、メイクアップ、ラフマーンのサウンドトラックが高く評価されたが、非常に薄い脚本と188分の上映時間は酷評された。 工業収入は24億ルピーを記録し、当時のタミルコ映画工業収入ランキング第5位。ビクラム主演作として、歴代最高額の成績を収め、彼は、フィルムフェア賞最優秀タミル語主演団優勝を受賞した。ミスターインドを目指すボディビルダーのリンゲさんは、ミスタータミルナードに優勝するが、優勝を逃した、ラビの恨みを買ってしまう。リンゲイさんは、 友人バーブの紹介で憧れの人気モデルであるディアーの敬語係に抜擢される。そのディアーは人気モデルであるジョンから肉体関係を迫られて拒否したため、モデルの仕事を交番させられてしまう。モデル活動を続けるため、彼女はジョンと行う予定だった中国ロケをローカル CM で活動していた林芸さんと行おうと考える。 ディアーと仕事ができることを喜ぶリンゲーさんだったが、スケジュールがミスターインドの大会と重なっていたため断ろうとする。しかし、ディアーやバーブ、恩人であり彼女の知り合いでもある、バスデバン医師から懇願され、ミスターインドへの出場を辞退し、彼女との仕事を選ぶ。リンゲーさんはディアーとの中国ロケに臨むが、演技経験がなく、さらに彼女に思いを寄せるリンゲーさんは、 ミステークを連発してしまう。監督のスシルから嘘の告白をして、リンゲイさんが自然な演技ができるようにしろと指示されたディアーは彼に嘘の告白を行い、リンゲイさんをその気にさせる。無頂点になったリンゲイさんは演技力を向上させ、順調に撮影を進めていくが、ディアーから真実を告げられショックを受けてしまう。リンゲイさんを狙うトランスジェンダーのスタイリストのオズマは、 昇進の彼にアプローチするが相手にされず、彼を逆恨みするようになる。一方、ディアーは、リンゲイさんの純粋さに惹かれて本当に彼を愛するようになり、二人は恋人同士になる。中国ロケを成功させたリンゲイさんは、トップモデルの地位を確立するが、彼に仕事を奪われトップモデルの地位から転落したジョンの恨みを買ってしまう。また、有害物質の混入を指摘された商品の CM 出演をリンゲイさんに拒否されたため自社の株価が暴落したインドラクマールもリンゲイさんを恨むようになる。インドラクマールはジョン、オズマと共謀してリンゲイさんに復讐しようと考え、ラビを実行犯に選び彼を襲撃させるが撃退されてしまう。ディアーとの結婚式を控えていたリンゲイさんは突然、髪や歯が抜け落ちてしまう。バス出番に相談を持ちかけ、 彼から治療法が確立していない遺伝性疾患だと告げられた林芸さんは動揺する。林芸さんは症状が悪化した結果背骨が曲がり顔も醜く変貌してしまう。林芸さんは醜くなった自分ではディアーを幸せにできないと考え交通事故を仕立て上げて死亡を装い姿を消し彼女の理解者であるバスデバンに彼女との結婚を進める。バスバンは リンゲイさんの願いを聞き入れ、ディアーとの結婚の準備を進める。しかし、リンゲイさんは、チルベンガダム医師から、体が変貌した原因が、遺伝性疾患ではなく、アイウイルスを注射された結果だと告げられる。ラビを尾行したリンゲイさんは、インドラクマールやジョン、オズマと再会し、彼らが仕組んで自分を陥れたことを知る。さらに、アイウイルスを注射したのがバスデバンであること、 彼がディアーを狙い恋敵である自分を敵視していた、事実も知らされる。バスバンたちに捕まったリンゲイさんは脱出後、結婚式当日にディアーを連れ去り人里離れた家に隔離する。彼はバーブの協力を得てインドラクマールたちに復讐を始める。リンゲイさんはラビに全身やけどを負わせ、オズマには特殊調合した育毛剤を使い全身を体毛で負わせ。 インドラクマールを無数の蜂に襲わせ、自身と同じく醜い姿に変貌させる復讐を行い、彼らを絶望させる。ジョンはバーブに誘い出されて、リンゲイさんと対決することになり、走行中の列車上で戦った、彼は高圧電線に触れて重傷を負ってしまう。ジョンを治療するため病院に向かおうとしたバス出番だったが、リンゲイさんによって薬とすり替えられた。 アイウイルスを自身に注射してしまい見にくい姿に変貌してしまう。復讐を果たしたリンゲーさんはディアーに正体を明かして姿を消そうとするが、彼女はリンゲーさんと共に暮らすことを選択し、二人で暮らすために購入していた家で暮らし始める。リンゲーさんはチルベンガダムやディアーの助けを借りて治療を行い、元の姿を取り戻していく。 ビクラム・エイミー・ジャクソン・サンダーナムス・レイシュ・ゴーピュー・ペン・パッテル・ラジニ・カーンとは、ロボット公開直後に行われたー t b のインタビューの中で、シャンカールが、インドの使用記公開直後の1996年に3本の脚本を提示されたことを明かした。彼は提示された脚本のうち2本を気に入り出演を開学したが、残り1本については内容に疑問を感じ、出演を辞退した。 AR ラフマーンも15年前に本作の構想をシャンカールと語り合ったことを認めている。2012年に何番が公開された後、シャンカールはビクラムを主演に迎え、本作の企画を再始動した。シャンカールシャンカールは脚本家コンビの数話を起用して次回作の脚本に取り組み、音楽監督には10本目のコンビを組むことになるラフマーンを起用した。 撮影監督には PC3 ラムが起用され、シャンカール作品に初めて参加した。アクション指導としてピーター・ハインが検討されたが、彼は SS ラージャマウリのバーフバリー伝説誕生とスケジュールが重なっていたためオファーを辞退している。彼の代わりにユエム・ーピンがアクション監督に起用され、アナル・アラスがスタント監督に起用された。視覚効果は、 V3 にバス模範の下で、ライジングソン・ピクチャーズが手掛け、ティーム・トゥラージが美術監督に起用された。2012年5月にシャンカールはニュージーランドを訪れ、ウェタワークショップ代表のリチャード・テイラーと面会した。顔の変貌したビクラムのメイクアップには、同社のショーン・フュートとダビナ・ラモンと特殊、メイクアップはクリス・チャン・ティンズリーとドミニー・ティルが手掛けることになった。 映画のタイトルは初期の段階ではテンドロールやサーダルと報じられていたが最終的なタイトルは愛に決定した。衣装デザインはギャビン・ミゲルとメアリー・イーボートが担当している。シャンカールによるとタイトルの代替候補としてアゼイガン、アナゼイガンがあったがこれらは他の作品で使用されていたため単一のアルファベットをタイトルに採用することに決めたという。 愛には美の意味が込められており、同時に主人公の人格も表している。ザ・タイムズ・オブ・インディアによると、シャンカールは主人公の人格のすべてを表しているとして、愛をタイトルに採用したといい、このアルファベットには、王、美、簡単、動詞、弱さ、主、やなどの意味が込められている。2014年9月、ビシュワナサン・ラビチャンドランは、 映画の制作費が22億ルピーになることを発表した。しかし、彼とシャンカールは同年10月に制作費が10億ルピーを下回ることを明かした。2012年4月にビクラムが主役に起用された。ヒロイン役としてプリアンカー・チョープラーが出演交渉中と報じられ、同時期にアシント・トゥンカルもヒロイン候補として報じられた。 二人の他にディーピカーパードコーンも出演交渉中であることが報じられたが、彼女は映画への関与を否定している。また、本作の公開一週間後には、イブリン・シャルマがヒロイン役のオーディションを受けたものの、言葉の壁によって起用されなかったことを明かしている。後に、サマンタ・ルス・プラブがヒロイン役に起用されたが、彼女はスケジュールの都合と健康問題を理由に降板した。 最終的に、エイミー・ジャクソンが起用され、750万ルピーが出演料として支払われた。助演として、サンダーナム、ウペン・パテル、スリニバさん、スレーシュ・ゴピの出演が発表された。また、シバージガネーシャンの長男・ラーム・クマール・ガネーシャンが主要キャストとして起用された。悪役にはジーバが検討されたが、彼は他の映画に出演するため辞退している。 ハリウッド俳優のアーノルド・シュワルツェネッカーが亀を出演することが報じられたが、ラビチャンドランは報道を否定している。ビクラムは役作りに際してボディビルダー出身であるシュワルツェネッカーを参考にしている。メイクアップアーティストの王者スラージャニーはトランスジェンダーのメイクアップアーティスト役として出演している。ビクラムが演じる主人公リンゲイさんは ミスター・タミル・ナードを目指すボディビルダーであり、ハリウッド俳優のシュワルツェネッカーを意識して、キャラクターが設定された。シャンカールは若い頃のシュワルツェネッカーを意識して、リンゲイさんのヘアスタイルを作り出した。彼によれば、猫背になったリンゲイさんの起き上がるシーンを描写することが最も難しかったという。リンゲイさんの変貌した顔の吹き出物は、ウェタワークショップがデザインしている。 エイミー・ジャクソンが演じるディアーは人気モデルであり、シャンカールはディアーについて彼女が本物のモデルのように見えることを望んでいたと語り、スリーラムはエイミーについて彼女の美しさはインド映画において異なる見方になるだろうと語っている。ビクラムは役作りのため髪を剃り、減量も行っている。サンダーナムも役作りのために減量することを依頼された。 2012年7月15日から、ビクラムとエイミーのポスター写真撮影を含む主要撮影が開始され、9月上旬までに、チェン内での最初の撮影スケジュールが終了した。主要キャストは特定のスタントシーンを撮影するため、50日間のスケジュールで中国を訪れ、湖南省北部では一部の歌のシーンが撮影された。中国での撮影は11月下旬まで行われた。 ラインプロデューサーのビルちゃんは、撮影について、私たちは2012年にシャンカールと50日、近く密接に仕事を行い、彼は9カ所で撮影を行いました。中国の撮影可能な範囲には度肝を抜かれます。色づいた山々から未来的な都市景観まで、このような多様なロケ地を持つ国は他にありませんと、語っている。プクレイ・ソトル,ルイバドゥングルの歌唱シーンは、 ンキ金ン氏の公開など、ケイリン氏の履行で行われた。2013年1月、20年前に閉鎖した、チェン内の工場で、アクションシーンの撮影が行われ、同月末までに、撮影の60%が終了した。同年3月までに、中国、バンコク、ジョードプル、古代カナル、ポラジ、チェン内で4曲の歌唱シーンと3つの主要、アクションシーンの撮影が行われた。 同年6月に3週間のスケジュールで、チェンライ、バンガロール、マイソールで撮影が行われ、7月までに撮影の75%が終了した。2014年3月までに1曲の歌唱シーンと一部のパッチワークを除く部分の撮影が終了した。シャンカールは残りの歌唱シーンの撮影はアルバム発売後に行われることを発表した。この曲は5分間のもので40日間かけて、 撮影された。残りの歌唱シーンはバダバラニのプラサードラボで撮影され、ムトゥラージが撮影セットを制作した。2014年9月24日、エイミーは全ての撮影スケジュールが終了したことを公表した。2014年2月からビクラムは映画の前半部分の吹き替えを始め、同年3月に吹き替えが終了した。4月3日、映画評論家で ジャーナリストのスリーダルピラーイは予告編が編集段階にあることを報じた。パッチワークと残りの部分の吹き替え作業は9月11日に終了した。サウンドトラックとバックグラウンドスコアはラフマーンが作曲している。2014年9月15日にタミル・語版のアルバム発表イベントがチェン内のジャワハル・ラール・ネルスタジアムで開催され、リンゲーさんのモデルであるシュワル・ツェネッガーが 特別ゲストとして出席している。ヒンディー語版とテルク語版のアルバムは12月29日、30日にそれぞれ発売された。ラビチャンドランは公開日が2014年10月23日になることを公表したが、後にポストプロダクションと吹き替え作業のため公開日が延期されることが発表された。最終的な公開日は2015年1月14日となり、 世界3000スクリーンで上映される。映画は、タミル語版のほかテルグ語、ヒンディー語、中国語、英語吹き替え版が公開される。テルグ語吹き替え版の配給券は、メガスーパーグッドフィルムが3億ルピーで取得しており、タミルナード州の配給券は、サシマシネアーツが取得した。メディア券は、ジャヤー TV が2億ルピーで購入しており、この権利には、 衛星放送券と着信メロディの権利も含まれている。予告編公開イベントに出席するキャストスタッフ2012年7月15日に最初のプロダクションポスターが公表され、ビクラムとエイミーのポスターは2014年3月に公表された。同年9月11日には YouTube に公式モーションポスターティーザーがアップロードされ、公開3日間で100万回再生された。 同月12日に2枚のポスターが公表され、Twitch フィルムから、Out of This World と評価された。2014年8月下旬に評価向けに予告編と、アイテムソング、エンの図にイー・ランハールが公表されたが、この予告編で使用された楽曲はラフマーンが作曲していないダミーの曲だった。映画音楽の発表イベントの際に予告編が公表された。予告編について、 イブンライブのプラジャクタ・ハバールは、タミル映画制作者のシャンカールが、新作映画を作っていると聞いたとき、私たちは、ファンキーな脚本と、人気俳優が出演することで、並外れた作品になることを期待していました。しかし、私たちが予期していなかったのは、スリルと好奇心をかき立てる感情でしたと批評している。ヒンドースタンタイムズのニベディタミスラは、疑いなく、この映画の特殊効果は、 どの基準においても素晴らしいものですと述べ、壮麗な景色やカメラアングル、アクションシーンを称賛し、シャンカールはこの映画を鑑賞する価値のあるものに、するために多くの努力をしましたと批評した。ビハインドウッズは、このひときわインパクトのある予告編を見た人は皆、その経験を繰り返し体験するために何度も見返すことでしょうと批評している。この予告編は、公開12時間で、 再生回数が100万回を超え、バンバンの記録の記録を塗り替えた。公開2週間後には、再生回数が700万回を超えている。2014年9月2日、公表前の予告編がインターネット上に流出する騒ぎが起きた。流出した映像は判別不可能な状態であり、犯人は流出させたことを制作チームに告げ、自身に対して行動を起こすように挑発した。 犯人は夜間にラビチャンドランのオフィスに侵入して予告編データをコピーしたことが明らかになっている。ラビチャンドランは流出した予告編を差し替えることを拒否し当初の予定通りに予告編は公開された。またラビチャンドランは流出させた犯人に対して法的措置を取ることを明言している。公開初日の南インドでは2億1000万ルピーの純利益を記録しており 海外市場を含めた工業収入は3億4700万ルピーを超えている。公開3日間の純利益は全言語版で5億5600万ルピーを記録しており、公開5日間のミコト5番の純利益は9億5000万ルピーを記録し、そのうちヒンディー5番の純利益は7500万ルピーとなっている。公開12日間の工業収入は 電言語版合計で18億4000万ルピーを記しており、最終的には23億9000万ルピーを記録している。アメリカ合衆国では、公開発週末にタミル5番69万7346ドル、ヒンディ5番1万373ドルの工業収入を記録した。カナダではタミル5番20万1207ドル、 ヒンディー5版4009ドル、イギリスアイルランドでは、タミル5番258,764ドル、マレーシアでは、タミル5万2162,742、リンギットを記録した。公開10日間で、アメリカでは、タミル5番789,298ドル、カナダでは、タミル5万323,714ドル、マレーシアでは、 タミル5番3146,295リンギットを記録した。公開17日間で、イギリス・アイルランドではタミル5番386,542ポンド、マレーシアではタミル5番3404,582リンギットを記録した。AR ラフマーン p c スーラム、マッスル踊るイナズマは、ビクラムとエイミーの演技。 技術的な面が高く評価されたものの、脚本については厳しい評価がされている。スバーシュケーシャーは4、5の星を与え、シャンカールの最も素晴らしい映画と批評している。フィルムフェアは4、5の星を与え、シャンカールは社会的な批評と技術的なギミックのバランスをとり、肉体的な完璧さと美しさを中心に置いていると批評している。コマルナータは、 シャンカールの方向性を一流であり、彼のビジョンはユニークであり、ビジョンの映画への翻訳は素晴らしいです。彼は物語を非常に面白く作っており、観客の目をスクリーンに釘付けにしますと批評している。ラジーブ・マサンドワさん、5の星を与え、マッスルを踊るイナズマは期待のタミル5映画監督、シャンカールの道楽に影響された驚異的な野心作です。完璧には、 ほど遠いかもしれませんが、大部分はとても面白いものですと批評している。ザタイムズオブインディアは3.5、5の星を与え、PC3 ラムが中国とインドの未知領域で撮影した世界レベルの CG ワークは人々を魅了しました。この光景が機能するのは物語の革新がシンプルなロマンティック、スリラーだからです。これはピュアな現実逃避ですが、 就寝時におとぎ話を読む人が共感することでしょうと批評している。rediff.com は3.5、5の星を与え、この物語には私たちがいつも付き合うシャンガール映画のテンポが欠けている。しかし彼は嫉妬と欲望、怒りに満ちた美しい愛の物語を描きます。ライトな過去とスリリングな現在を交互に見せる魅力的な脚本は、 あなたを夢中にさせ続けますと批評している。behinods.com d w d com は3、5の星を与え、india today は3、5の星を与えている。ザ・ヒンドゥーはビクラムの凄まじい演技は独創性のない消耗的な映画によって失望させられますと批評している。デイリーニュースアナライシスは3、5の星を与え、見栄えの良い映画だが、 脚本は見かけた推しで、キャラクター描写は貧弱であると批評している。ハリチャランプディペッティは、インドアジアンニュースサービスにおいてに、5の星を与え、大きなことは、必ずしも偉大とは限りません。シャンカールは、小規模でより低予算の映画ではより優れた映画を、作ることができますと批評している。サハイは、マッスル踊る稲妻は確かに、シャンカールのベストではなく、彼は、 貧弱な脚本に責任を求めることになる。彼の物語は予測可能なものであり、あなたを魅了し続ける、ひねりのあるシーンが存在しない。目を見張るようなスタントシーンや人知れない美しい、ロケーション、PC3 ラブの息を呑むようなカメラ、AR ラフマーンの心地よい曲もほとんどなく、マッスルを踊る稲妻は普通の出来であると批評している。デカンクロニクルは2.5、5の星を与え、 映画と努力は技術的に素晴らしいですが、その中身は平均的ですと批評している。ワンインディアは2.5、5の星を与え、映画は観客の期待を満足させるものではなかった。物語は平易であり、ひねりのある面白いシーンの存在する、いつものシャンカール映画のようには見えないと批評している。ゴータマンバースカランは、ヒンドースタンタイムズで2.5、 5の星を与え、ビクラブの演技のみが唯一の満点と述べ、映画はノートルダム・ド・パリ、美女と野獣と類似しており、この古い糸に何の新しさも注ぎ込まなかったと批評している。ディー・パンジャナ・パルは、ファーストポストでマッスル踊る稲妻は長すぎ、愚かすぎ、交代しすぎており、面白くないと批評し、映画を表面的であり、最もつまらない。 シャンカール映画と表現している。バラエティ誌のロニー・シェーブは、シャンカールの視覚的独創性は188分という、長大な上映時間の大半を心地よいものにし、スター俳優ビクラムは、驚異の三面演技を見せてくれました。しかし、この映画的な華麗さは、不十分な脚本によって相殺されていますと、批評している。ニューヨーク・タイムズのレイチェル・サルツは、 マッスル踊る稲妻は、華麗で気取らないが、あなたの感情を引きつけるには、漫画的すぎる。それでも、あまりに多くのことに笑い続けたとしても、イメージと音楽の盲衆は、あなたの意識を引きつけるでしょうと批評している。ありがとうございます。